今度は最後の発散に終わった斉田勝秀、はい、さあ昨年最長選手は11位ということで、今年はトップ選手を狙ってということであるでしょうかね。46歳頑張りますということで、ベテランライダー134番降りてきました、ベテラン斉藤トラスヒゲ。来た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 、おお、ビブランバー134番、あえてショートから入った斉藤トラスヒゲ選手、北海道連から。エコ温暖化の方、ゴミの分別、無駄な車のアイドリング、もっとリサイクルを。46歳頑張ります。私も今年50歳でございますんでね、今日に中リブナンバー134番、258、リブナンバー134番ということになるでしょうか。地元北海道のライダースタンバイをしています。さあライダーはスタンバイ OK。さあ今オンコードしました、ビブナンバー134番、鴨居岳スキー連盟地元北海道、斉藤俊秀。さあ46歳頑張りますということで、ベテラン頑張ってほしいですね。40代ライダー、アラフィフライダー頑張ってほしいですよ。48歳というライダーもいましたからね。さあ134番北海道斉藤俊秀、266ポイント260ポイント、134番がスタートしています。地元北海道斉藤俊秀、46歳頑張ります、ベテランライダー頑張っていきましょうよ。さあこちらも斉藤は鴨居岳の連盟からですね。さあ北海道46歳斉藤俊秀、そしてビブナンバー134番スタート、俊秀斉藤北海道連から46歳頑張りますということで、さあ怪我は大丈夫か、どうやら怪我は大丈夫のようだ。そしてラインに戻る、46歳斉藤俊秀、今フィニッシュ。134番斉藤選手